ロックンローラーコースターは世界のディズニーパークにあるアトラクション。ロックンローラーコースターはエアロスミスの音楽に合わせて暗い空間をハイスピードで駆け抜けるジェットコースタータイプのアトラクション。フロリダ版とパリ版で演出上でいくつかの違いがあるがコースなどの基本部分は全く同一である。コースには360度回転やコークスクリュー回転する箇所もあり。 スピードも最高速度時速 91km に達する。スタート同時に超高速で発進するライドは、その後ほとんど減速することなく、最高時速を維持したまま高速で急旋回を繰り返す。ディズニーパークで最もハードなコースターとの呼び声高く、若いゲストに人気のアトラクションである。コースターが苦手な人は間違っても乗らない方が良い。音楽はエアロスミスが担当し、 ライドに内蔵されたスピーカーからは大音量の音楽が終始鳴り響く。ライド乗り場までの通路には両側にエアロスミスのメンバーが使用したギターなどが展示されている。なお、アトラクションの名称はロックンロールとローラーコースターを掛け合わせた造語である。世界で最初にできたオリジナル版、パリ版と比較した場合の特徴は次の通り。フロリダ版を導入したもので、 メインアトラクションの構造などは全く同じ。フロリダ版と比較したサイのパリ版の特徴は次の通り。httpsdisneyparksdisneygo.com ーーブログ 2018-02-D23JJapan Rock and ー,ー、o l コースターありがとうございます。